ははいそれではスタッフ新規登録について説明します左側のメニューからスタッフ新規登録を押してくださいはい表示されました、えー、新規登録には大きく分けて3つの方法がありますまず1つは、えー、とお店のパソコンではなくスタッフの方が近くにいる場合、えー、その場合にはあの個人の方の、えー、ガラケーまたはスマホからこちら QR コードを読み取ってもらうという方法が一番簡単です 読み取った場合にはメールアドレスが表示されますので、題名に名前を入力してメールを送信してください。こちらで自動的に必要な ID が発行されます。または方法2、スタッフのメールアドレスが分かる場合、にはこちらですね、はい。こちらの欄にスタッフの方のメールアドレスを入力して、一番下の登録ボタンを押してください。すると、入力されたメールアドレス宛てに、 必要なな ID が発行されるという形になります方法 3QR コードを見てもらうことも無理だしちょっとメールアドレスも入力できないという場合には、まあ、あの名前や身長、体重、出身地、前職などプロフィール項目だけを入力することも可能です今回はこの方法3まずはプロフィール項目名前のみの登録をしてみたいと思いますではまず早速こちら名前ですね 今回はテストさんにしましょう、はいえー。読み仮名、こちらひらがなで入力してください。テストさん、はいえー。ローマ字もテストさん、はい。メールアドレスは一旦省略します。あと、プロフィール項目ですね。こちらのマスタッフさんに応じて変えていただいて、年齢も何歳。えー、こちら、年齢に関しては、えー、この登録日以降で一番早い誕生日が来た時、えー、例えば今日が。 えー、この収録しているのが4月の28日ですので来年の2月4日になるとこの数字が自動的に25歳にランクアップされますちょっと諸事情で年齢を隠したいという場合にはこちらの相性ボタンを押してくださいはい、えー、それから星座血液型身長、えー、出身地タイプこれ自分のことですね自分が何系か次前職、えー 例えば、美容師、えー、性格、えー、優しい、好きな女性のタイプ、お金持ち、えー、こんな感じで入力することになります。まあ、お店が変わって入力する場合には、ちょっとこういう細かい情報わからないかと思うので、一旦抜かしていただいても大丈夫です、えー。あとはこちら、ツイッターユーザー名、ツイッターの登録も可能です。えー、ツイッターのユーザー名、アットマーク、何々何々というアカウントの こちら一番左アットマークは省略して入力してください、えー、次にあとはブログ、まあ、ほとんどの方はアメブロだと思いますのでアメブロにチェックを入れてブログタイトルこちらはまあ好きな値を入れていただいて大丈夫です、はい、でブログ ID ブログディに関しては、えー、URL のアメブロ .jp スラッシュの部分になりますので、えー、ログインするときに使うアカウントですね その部分を入力してください。えー、よくこのあたり、Twitter、ブログ ID わからない場合には、まあ、ホスナビ、スタッフまでお気軽にお問い合わせください。えー、それから、ま、自己紹介はいいですし、あとウェブ指名チケット、こちら、あの、先ほど説明しました。こちらですね。ウェブ指名チケット。これは個別に表示、非表示が選べますので、例えば、内勤さんなどでもう指名はいらないよという場合に、こちら、表示しないを選ぶことも可能です。えー、そして最後に写真の登録。 こちらファイルを選択ボタンを押しましてパソコンに,コンに保存されている写真を選択してえ登録はいこちらで登録できました新しく登録すると自動的に一番下に登録されることになりますえ内容を編集する場合に編集ボタンから先ほど同じような画面に出ますのでこちらからえ編集を押してください 実際にホスナビにも、えーはい、スタッフ一ちゃんの一番下に、はい、ありましたテストさんが表示されています、はいえー、で写真に関しては基本的に30枚でも40枚でも登録ができますので、えー、なるべく多くの写真を登録するとお客様も喜んでいただけると思います